ウェルカムトゥガンダムオンライン、今回2枠でございます。タラッとね、今回はザク 2F2 スタートなのはなぜか、質のファーストさんに使うぶっ放すぜザク。ブーストが足りない、足りない、足りない、全然足りない。あの、ね、銃撃もうちょいブーストくれよ。ブッパー、ブッパー、ブッパーですよ、ブッパー。いいんです、機体なんだ、使い捨て。あとは突っ込みましょう。低コストからガンガン使っていくよ。ここはね、何度か言ってますけど、右側がすげえ有利な気がしてならない。助けるよ、ゲルグはね。マジか。ガンガン使っていくよ、低コストから使っていくね。大事なんで2度。ゲルグ、なぜならアクトの方がコストは高いですございます。はい、残念、やらかした。エースさんに置けたら置いてほしいですね。まあその前に戦艦かな、この状況だとね。ちょこちょこ北側から行きます。あ、撃て撃て、そんなこもってるやつには負けん。思ってるやつには負けん。ノーロックでします、それ大事。あー、やっちまっただ。大丈夫だと思ったんですけどね。ね、先に例出してくれましたね。いい指揮官でございます。焦らず行こう。ね、3はしっかり維持しつつ、いや本当に、自爆してる。お互いが横やりで死ぬっていう。ひどい。あれ、おいみたいな。そしてこっちも、おいって感じでございますな。いや、ゲームだが素晴らしいね。お、ブッパメン、ブッパメン。っていうか、敵がこぼれまくってますから、まあ対空を動かしたい、まずは。運転しますか。
取り引いていては、シャアに笑われる。爆撃してほしいですな。もうね、悪党ザクなんでね、高校生ですけど突っ込みますよ。敵の戦艦動いてないんでね、なおさらチャンスです。行きましたよ。ここからブーストをガッツ使っていく。でーでーでた。ちょっと足りなかったなという感じでございますけど。あとは敵の戦艦が全然動いてないんで。外しちった。ミノフスキー粒子量減衰、レーダーが回復しました。参加期待してよ。3取られた。しかし5、際どいですね。際どい際どい。なかなか A が硬いですね。結構削ってるんですけど、その分歩兵が死んでるので、ゲージがトントンっていう感じですね。 A に私も1回しか入れてないんでね、結構硬いですね。マジか、溶けた。私を雑魚扱いしないでね。なかなか1から行きますか。1から今のうちに。あー、しかも1も取られた。
こうなると A に行けますね。行こう行こう。どうせバズーカ、地雷だらけなんでね、そこだけ気をつけつつ。あー、ギリギリ食らってしまいました。え、いけるいける。失敗したなー、もったいね。ちょっとあと一瞬だった感じでございますけど、敵エース機の撃破に成功しました。まあ、この分こっちの方がむしろ行きやすくなったかもしれないって感じですね。出撃する地点を選択してください。では行くぞ。あ、入られてるし。あ、いいですね。あと一瞬でした。うん、KD 負けてますね、かなり。本拠地のダメージがだいぶね、 A の方が半分ぐらい削れてるんで、こっちは2割も削れてないんですけど、ゲージ負けてるっていうのは期待で純粋に負けている感じですね。って感じですね。高コスト。そう、スナイパーにやられてるんですよね。ジンはデブなんでね、スナイパー空中で浮いてるとスナイパーにやられるんですよ。これに結構ギターはでかいですよ。終わった。まあ次の旋回に行きたいっすな。3が取れてないんでね、ちょっとまあ、ただどうなんでしょう。そこからさらに KD 負けしてる感はあるんで、純粋に、各地のオフェ負けという感じでしょうか。アビーコン壊そう。Z 入られてますね。そう、あそこにいるだけで結構ね、叩き落とされてるんですね。ビーコンはちょっと遠いですね。 A 行った方がいい。なかなか攻めあぐねてますな。かなり攻めあぐねてるんですよね。何なんでしょうね、あなたの補給感がありますね。
あー、立てられた。時間決めて突っ込みたいっすな。一応と3を取れたんですね。素晴らしい。なかなか攻めあぐねてますな、本当に。上に復活しちゃうのかな、きついですね。こうなっちゃうんでね。だから対空もないんで、ぜひね A に A に爆撃あるだけでも違うと思うんですけどね。まあ行きますよ、A 行きますよ。ゲルググが来たんでね。2分20秒の補給等々を待ちます。それを待った後に A に行きます。まだ待つ。ちょっとタイム待とう。敵攻撃多いんだ、これがまた。5は踏むでしょうね。まあ踏むでしょうけど。全然参加してなーい。これだからなー、きついっすよね。叩き落とされるようになったんでね、ウォルフが出たんでね。あー、ゲルグがもったいね。まあ、だけど入れたらワンチャンあっただけにね、ちょっと歩兵戦で負けてますな。がっつり削られてる感。あと2回いけるかな。まあですね、ちょっとでも削るよ。行くしかないんだ。最後のかけるよ。みんなの特攻魂に。あ、ダメだ、足りず。残念、一歩及ばず。悔しいですな。いや、まあいい試合だったと思うんですけど、叩き落とせるのが痛いですね。空中での、まあ
もっと C に爆撃が欲しかった、あ、A に爆撃が欲しかったかなという感じですね。爆撃が3とか手前とかに集中して、まあやってたんでしょうけどね、対抗があったのかもしれないですけど、ちょっとその辺少なく感じました。爆撃が、対抗がなかったんでね、それをうまくやればあの上にいるやつは潰せるんでね、見た感じ対抗はなかったんですけどね、上にはなかった、だから下には落ちたのかもしれないですけど、なんでもっと欲しかったかなという感じでございます。ちょっと攻めあぐねちゃいましたね、結構みんな 前に行ってたんですけどね、散発的だったのでそれに足りなかったのかなという感じでございました。そんなわけで、最後まで見てくれてありがとうございました。シルビでした。